ちは。フルーツ工房パン教室ハッピーベーキングの小路沙織です。私は、奈良県生駒市で、フルーツ工房、日本で唯一のフルーツ工房パン教室として、教室を運営しています。2020年からは東京、名古屋で、でも、レッスンを開催することとなりました。まず私の、教室がどのような、高子先生と出会う前はどのような感じだったのかといいますと、教室を運営してもう6年目になるんですけども、当時は、スタートした当時はイーストを教えるパン教室でした。でイーストで作るパンを教えていたんですけども、生徒さんに趣味で自家製天然酵母やってるんだよってお話ししたら、教えてほしいということになったので、イーストの教室をやめて、レーズン酵母で、パンを教えていました。でもですね、教室をスタートした当初は結構生徒さんがたくさん集まっていたんですけども、だんだんとこう尻すぼみといいますか、生徒さんが集まらなくなってしまいまして、ひどい時には全く、いらっしゃらない月も ありましたし、来られても1人や2人という月もありました。それで、どうしたらいいものかということで、高子先生のところにお世話になったんですけども、そこで、コンセプトから、見直しで、教室の、運営形態といいますか、その当時やってたそのレーズン工房をすべてやめて、フルーツ工房でやって、誰もやってないフルーツ工房でやってみようということで、教室を開始しました。で、ちょうど今高子先生と出会って丸2年過ぎたところなんですけども、今、当初はやはりパートもやりながら、やってたんですけども、今はもうパートも辞めてしまって、そのパートの収入以上の、お金を、教室運営だけで、稼ぐことができるようになりました。で、そういうふうにいろいろ教えてもらったんだから、そんな長くいる必要ないんじゃないかなというふうに思われる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、私がその高子先生にずっとお世話になってる、理由は、やはり、第三者の目で、レッスンの内容を確認していただけるというところがあるかなというふうに思います。大きなこうレッスンをこう動かすとき、こういうやつを今度新しくしたいとか、例えばもう募集ページはこういうので大丈夫かっていうのを、自分ではこれでいいと思っているやつでも、第三者の目で見ていただくと、ここがあまり良くないとか、きちんと言ってくださるところをが、いいなと思って、ずっと続けています。やはり自分だけではわからないこと、第三者しかわからないことっていうのは、やっぱりコンサルタントをつけるメリットかなというふうに思っています。それからこっちの方が私はメインっていうか、先生のところをずっといたいなという理由なんですけども、一緒に学んでる、仲間がいるっていう安心感と、その中で自分も皆さんがこう頑張ってるのを見て、私も頑張ろうとこう思える場所があるというところがやっぱりメリットかなというふうに思います。コンサルタントとこう一対一だけではなくて、一緒に学んでる仲間がたくさん周りにいて、あの人はこんなに頑張ってるんだから私も頑張ろうとか、いろいろこうアドバイスしなもらったりとか、意見をもらったりとか、そういうのができるのがすごくいいなというふうに思っています。